カバーで実は山崎正義のカバーでラフロックンロールブギーという曲です。はい、どうも改めましてマイケンです。よろしくお願いします。でじゃあちょっとここからマイケンさんはどこから来たの？秦野市というところから来ました。あ、俺と一緒だ。あ、奇遇ですね。なんで秦野市の方が今日は会場にいらっしゃいますってなんかすげえ客が入ってそうな。やめましょうよ。正直にやりましょう、正直に。ちょっとそのカメラぐるっと回してさ。マヤケンの嘘つき。いやね、ただお客がいるからとかいないからとかね、そういうことで僕は力の入り具合が変わったりしません。今日も全力で頑張ります。よろしくお願いします。じゃあちょっとここから少し静かめな曲、じゃあ2曲目、優しい嘘という曲を聴いてください。
ちゃんだこの話。えちゃんだし。えちゃんだし。っていうね。
そんなよ笑ってるな反応してるな LTT にとっていい箱だなと思います臨機応変そこでそれかある日の朝、田舎町の小さな駅。夏の日差しが照りつける中、一人の女が駅へと向かってきた。その後ろを男が彼女のスーツケースを持って歩いていた。彼女の胸は希望で満ちていた。終着駅で彼女を待つ新しい暮らし、新しい恋人。でも男には、そう、男には手に持ったスーツケースを彼女に手渡して、彼女の乗った汽車を見送ってしまえば、叫びたりの暮らしに戻る以外にもう何も残っていなかった。I'll fall to the station.
インベインでした。どんな声？これは俺の略ではあの虚しい愛。虚しいだよね。無駄なね。無駄ではなくて、あのだから愛が虚しく消えていく。それがあの列車の背中を見送りながらっていう、なんかそんな解釈かと前見の時には。今日はあのなんかあの自分の過去をなんかカミングアウトする日なんですか？言って言って、そうか、みんなそうか。言って言って、ビデオも回ってんのよ。まあ別にそんな大した過去じゃないですけど。編集する。あ、編集しますか。はい、いやあの僕もね、バツイチなんですけど、あもう何年経ったんだろう、15年以上経ちますね。だからもうあの結婚して結婚生活を送ったよりも、もうはるかにその後一人で過ごしてる方が長いんですけど、で次の曲あのなんですかね、そういうまあ離婚っていうのがあって、でその時にあのいろいろちょっと仕事もうまくいかなくて、職も結局仕事も辞めちゃって、でその頃あのバブルが弾けてすごく景気が悪かった頃で、もう面接受けても受けても次の仕事が決まらなくて、もう本当にあのなんか自分の中でもう何にもかも失ってしまったような、そんな気分で、で次の曲はあのその時にこう自分のが目にしてた風景をあの、まあ、歌ったんですけど、まあ何て言うんですか、本当にもうずっと昔、20年近く昔のことなのかな、でも本当にその頃、うん、なんかこう自分が叶えたい夢があって、で本当は守りたかった人もいて、で、うん、自分ではもうこれ以上できないっていうぐらい頑張って頑張って働いて頑張ってたつもりだったんですけど、なんか今日、ね、不思議なもんで頑張れば頑張るほどなんか夢も人も離れていくみたいなね、ってことってなんかなくないですか？ね、結婚生活は何年だったんですか？8年。すごいです ね、 ね、だから8年続けても壊れる時はね、あっという間ってやつはね、で頑張って、だからなんかこう本当に頑張ってるのにどうして誰も自分を分かってくれないんだろうってね、思って、子供はいるんですか？子供いました。おー、うん、それは初めて聞いたから。そうですか。ほんとこれカットして。大先輩。今いくつ？子供ね、すごいな。そういう話になってる。20歳かな。あ、そんな。会ってないですか？もう会ってないんですよ。ないっすか？小学校ね、最後会ったの小学校6年。ちょっと待って、それすごいっすか？すごいね、それ。いや、まあなんかちょっとその会えないというか会わなくなっちゃった理由も、まあちょっとそれなりにいろいろあるんですけど、まあそれ話すと長くなるんで。マイケルさんの話はどれでも長いから。そう、ひどいといえばひどいよね。まあそれでね、言いたかったのは、いや本当にちょっと言いたかったのは、でその時にこの風景を見てた20年ぐらい前、その頃にその20年先の自分がまさか今見た景色を歌にしてギターを弾いて人前で歌ってる自分なんて、その頃想像もしなかったんですね。だから人間ってね、とか人間人生不思議だなと思うわけで、だからやっぱりなんか生きてね、歩いていくってやっぱりなんだかんだ言っても必要だなと今年になると思います。はい、優しいよね。そんな曲を、青空という曲ですね。頑張るマイケル。
消えていく季節外れの噴水に子供がはしゃいでた。コーヒーは温かいけど優しさには慣れなかった。
事な今夜ですが大事なことなんかいいじゃないか私男が好き今をね精一杯精一杯生きるためにこっからちょっとみんなで運動しようぜ結局ね勢いつけて明日からねまた頑張ろうよ日曜日だ今日土曜でしょ。そうです。うん、仕事だけに限らず、プラね、プライベートだってか、ね、明日俺ライブだと思う。そうじゃないですか。全然やるんだ。全然ね。そうだ。明日も頑張ろう。頑張ろう。というわけで、頑張ろうということですね。ちょっと、体を動かして、こう手を広げて、そのままこうね。こういう作業を繰り返すみたいなことをやってもらえると、よろしく思います。それでは、まずは、この6月ごろ、からですね、歌って、おります新曲です、ザ・リトルマンちっちゃい男同盟を手間全力投球で締めましょう。今日はありがとうございました。はい、最後の曲は、もう、かなり、肌のにもだいぶ浸透してきたと思います。はい、浸透してます。はい、あ、しまむだって言われる肌の取ってる神奈川中に広めるのが目標です。さあ、行ってみましょう。はい、知らないとは言わさない、みんなで歌いましょう。こうしてしまむ
らやむ四角流星で揺れる赤いリボンが近づかないでと言ってろ。あれあれ普通の甘いを嗅がせたもん。天が与えしま模様観光に浮かぶ災害全部のどみんな泣き言葉する。こいしてしまうわ、寒暖の時間にしましょう。ありがとうございました。